もしかしてあんた KK か？頼む、息子を助けてくれ。僕は KK じゃないけど、KK は俺だよ。俺のことを知ってるみたいだが、お前に会った覚えはないぞ。いや、俺は息子からあんたのことを聞いたんだよ。息子は中学校で仲間を集めて東京の会議を研究する部活動をしていたんだ。あんたのことはまるでヒーローみたいに話していたよ。部活にしては随分珍しいことをしていたんだね。俺もただの遊びだと思っていたんだが、息子と部活の仲間たちが集団で失踪してしまったんだ。突然の出来事で何が起こったかわからないんだよ。調べているうちに何かに巻き込まれたか。なあ、あんたは KK なんだろ。息子たちを助けてほしいんだ。 KK なら何とかできるだろ。何でも解決してきたんだろ。何でもじゃねえよ。それに今の俺の状態を見ろよ。無理に決まってるだろ。 KK、 この人の息子さんがいなくなってるんだよ。ったく、仕方ねえな。確か使われていない気持ちを物質として使っていたはずだ。そこを調べてみてくれ。お前、正気かよ。妙な気配がする。だったぞ。あ、なんだ。そのブッシュは補充できたな。
それでいい。もっと救うぞ。狙いだ。やれるぞ。どうやってあいつらを片付けるか考えてるか。まあいつも通りってところだよ。これって…悪いね。
学校のチャイム？あんなところに学校なんてあったのか？
この学校か。どうする？どうするって中に入るしかねえだろ。100人くらいいるんじゃないか。あのドアから入れないか調べてみろ。さすがに鍵がかかっているか。どっか空いてるところを探そうぜ。裏の校庭の方に行ってみよう。あ、なんだこれ。ずいぶんでかい汚れだな。汚れをなんとかしよう。どっかにコアがあるはずだ。邪魔な奴らだな。片付けろ。校内にもうようよいそうだ。学校に学生がいるのは普通だぜ。
まず物質を探すぞ。ここが物質っぽいね。とにかく調べてみようぜ。おまじない？学校に伝わる噂話だろ。だがこの様子だとただのおまじないじゃなかったんだろう。有名人だね。やれやれ、また名前を捨てようかな。花子さんね、由緒正しい学校の会議だな。どうやら親切な助手がいるみたいだな。ロッカーをし、KK のことを待っていたみたいだね。待ってるというか仕事を押し付けられた感じだ。よし、まずは1年の教室から調べてみようか。教えてくれるようだ。この教室を調べてみよう。これはいいんじゃないな。これではないか。また影だ。これだな。よし、次は2年の教室に行こうか。近づくもんじゃねえのにな。 KK たちも怪異を調べていたんだろ。俺たちは東京を守るためだ。まあそれも失敗しまったけどな。結構いるけど、何かの怨念でもあるのかな。お前、学生生活で後悔したことないのか。あるね、確かに。
机に印が書いてあるぞ。あとは図書室と視聴覚室だな。隣の棟にあるはずだ。席につけ。ちょっと動けない。答えろ。お前は嘘をつくか。そうだ、人は嘘をつく。どんな奴でも必ずな。さらに答えろ。言うべきことを言わぬのは悪か、そうでないか。その通りだ。はあ、よし、その調子だ。隙を見て切り抜けるぞ。最後の質問だ。沢井美代子の居場所を知っているか。嘘も沈黙も必要ないぞ。行方不明の生徒のことかな。かもな。話を合わせろ。そうか、お前は嘘はつかないはずだ。本当に知らないんだ。その子、僕が探してくるよ。お前の言葉を信じよう。正直なのはいいことだな。これでもう一つ見つけたな。次に行こうぜ。人体模型の臓器？そういえば学校にあったな。あの先生はこの子を探してたのか。なんだ今の。見ただけで体に痛みが走った。ああ、俺も感じた。とんでもねえ奴が嫌がるぞ。気をつけろ。この汚れを浄化しないと進めねえな。よし、これで進めるぞ。来てるよね。図書室か。どこをどう探すべきか。どうやら教えてくれるみたいだな。あの影に従おう。よし、見つけたぞ。なんで僕のことが書いてあるんだ。
何か始まったぞ。今のコーラス部の卒業生かな。在校生じゃねえか。いや、どっちでもいいな。なんだよ。いや、ちょっと盛り上げようと思ったんだよ。どこかに因があるはずだ。スクリーンを見ろよ。何だったんだ。これが例の印だな。4つ目も分かったし、屋上に行こうか。あとは花子さんを封印するだけだ。あそこから怪異が出てきたのか。封印するぞ。思ったよりもなんていうかでかいな。おい、驚いてる場合じゃねえぞ。今のうちに封印するぞ。
まず一つ目。くそ、また出てきたぞ。次のを封印するぞ。これで二つ目。残念、また邪魔が入ったぜ。あと一つだな。最後の一つだ。あなたも目の色変えて守ってきそうだぜ。これで一目みたいだ。さっさと封印してやろうぜ。これで終わりだ。封印が安定するまでしばらく様子を見ようか。あの子供の気配はここにはないね。出てきたら親の代わりにお仕置きしないとな。そういえば KK の家族は大丈夫なのか。うん、東京にはいないからな。避難させたのか。そこで KK を待ってるんだな。いや、俺はもう死んだことになっている。俺はあいつらに関わらない方がいいんだ。会いに行かないのか。必要がないからな。俺があいつを止めればこの町も家族も守れる。お前の妹だって救えるぜ。それで十分だろ。僕は何も伝えないのは良くないと思う。
そりゃお前のことだろう。妹に伝えたいことがあるんじゃないのか。知ってたのか。ただの勘だよ。おい、封印が終わりそうだ。戻ろうか。行方不明だったのはあいつじゃないか。すごい、封印できたんだね。もしかしてお兄さんが経験。もっと年寄りだと思ってたのに。おい、本物の KK が傷つくぞ。今の声が本物だよ。俺たちを案内してくれたのはお前か。ということはお前たちが学校をこんな風にしたんだな。うん。学校が元に戻ったようには見えないぞ。まだ何かあるんじゃないのか。花子さんの世界と通じている裂け目がまだ学校にあるんだ。詳しく説明するからもう一度部室に来てほしい。何が起こったのか教えてくれる？僕たちは学校で噂になっていたおまじないを行おうとしたんだ。おまじないはただ願いを叶えてくれるんだと思っていた。本当はそんなものじゃなくて花子さんを呼び出すものだったんだ。よくあるパターンだな。平和な会議の方が稀なんだよ。関わらない方がいいに決まっている。それからどうなった？その時に部員の沢井さんが花子さんに取り憑かれた。それ以来、学校に実体化した花子さんが現れるようになったんだ。僕たちも、なんとかもう一度封印しようとしたけど、僕は影だけ残って動けたけど、他の部員は…遊び半分で手を出すからそんなことになる。KK、まずは花子さんを何とかしなきゃ。分かってるよ。別にこいつらに腹を立ててるわけじゃねえ。花子さんについて、他に分かっていることは？花子さんは普段は鏡の中にいるんだ。鏡を調べればいいと思う。花子さんが現れた鏡については物質に記録があるはずだよ。Thank you.
中に隠れているんだ。鏡の場所を調べれば見つけられるかもしれない。3階のトイレと校長室か。3階のトイレはこの上だ。ちょっと行ってみるか。イライラしてるね。ああ、あいつら俺の真似事をしてこんなことを起こした。俺がやってきたことのせいで起こったんだ。言った通りだ。俺とは関わらない方がいいんだ。それが一番安全なんだよ。ケーケて。何が起こったんだ。世界だ。ここに花子さんがいるのかな。あの光。もっと普通なら校長室は職員室から行けるはずだ。
Thank you.
髪が光ってる。よし、調べてみようか。ただあいつもここにいるはずだ。あそこに。戻ったみたいだな。おい、廊下に何かいないか。木の気配の正体はこれか。追ってみようぜ。
ちょっと疲れたね。サボったら凛子に鬼の形相で怒られるぜ。KK、私の悪口か。違う、俺はアキトがサボろうとしているの。次も頑張ろうっと。KK、まださっきのことを考えてる？今はこの状況を何とかすることだけ考えてるよ。あいつの親父に助けてやるって約束したからな。 KK って意外と子供を助けるの好きだよね。好きでやったことなんて一度もねえよ。まあでも気持ちだけはわかるからな。教室を通っていこうか。アキト、あの鏡を見ろ。ここに逃げ込んだのか。だろうな。俺たちも行くぞ。何の集会だよ。いた。よし、ともかくおとなしくさせるしかない。取り付いたのをひっぺがすのはそれからだ。こっちは本職だってことを教えてやれ。ああ終わったね。いや、まだだ。何かいるぞ。どこに行った？近くにいるはずだ。あいつの痕跡を炙り出すんだ。
今度こそ終わりだな。アキト、あいつを浄化するぞ。子供の遊びの後始末にしては骨が折れる仕事だぜ。そうだね。さすがにも花子さんも出てこないよね。そう願いたいよ。これで大丈夫かな。はい、すいませんでした。まあ、言いたいことは山ほどあるが、助かったんだったらとっとと親父のところに戻ってやれ。心配させんじゃねえよ。本当にありがとうございます。やっぱりやめようって言い出せればよかったんですけど、そうすればこんなことにはならなかったのに、すいません。いや、こうなったのは半分は俺のせいだ。最低限の後始末をしただけだ。花子さんも解放してほしかっただけなんです。取り憑かれてそのことが分かりました。だからあの子も助けてくれてありがとう。そうか、それならよかったよ。KK が家族と離れている理由が分かった気がする。俺も説明する手間が省けた。でも KK がいなかったら彼らも救われなかったよ。
廊下は走るんじゃねえぞ。生徒じゃないからいいんだよ。鬼の居場所を…なんでこんなところに。アキト、この犬を守れ。これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。
中学校か。久しぶりだな。お前で久しぶりなら俺は一昔ぶりだよ。なんか妙な気配を感じるな。そうだな、あのプールを調べてみるか。あれはかかってこい。助けも大変だな。なんか妙な気配を感じるな。そうだな、あのプールを調べてみるか。カッパの鳴き声だな。キュウリを使って捕まえようぜ。前にエドたちと学校のプールに、ここじゃ丸見えだ。更衣室で様子を見よう。プールだったはずだよね。カッパの仕業か。捕まえなきゃ戻れねえぞ。キュウリを食ってる時がチャンスだ。気づかれないようにあいつを追うんだ。
霊視してカッパの動きを観察するんだ。よし、キュウリを食べた。おとなしくしろ。やれやれ、これで帰れそうだ。
それって…Gamers. Assemble.